はい、どうも覆面ぼっちです。やほい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画は縦画面から失礼いたします。サムネイルにもあります通り、今回はねウェブショップくじを引かせていただきたいと思います。まあ、前回のねおばみつ会、もうあれはもうすごい個人的には神回だったと思っておりますけれども、今回は柱稽古編第8話、まあ、最終話ですね。煉獄杏寿郎の大将こそこそ噂話。まあね、ここからね、ピックアップされるとはちょっと思いもしなかったんですけれども、大将こそこそ噂話もね、1話から、まあ、最終話にかけてね、柱の方々をクローズアップしてくれているっていうか、まあそういったところも補填的要素がすごいあってね、アニメ専攻の人たちとかはより本編だけじゃなくて、そこからよりこうキャラクターを好きになるきっかけになってくれるものじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあみつりちゃんがね紹介っていうところが冒頭で始まってくるんですけれども、まさかね煉獄さんが来てくれるっていうところはね思いもしなかったでしょうし、まあ、サプライズ要素もありつつ、柱稽古っていうやっぱ柱の方々をねフィーチャーした内容になってくるのであれば、ファンの方々にも制作陣の方々もだと思うんですけれども、煉獄さんの存在なくしてはやっぱり語れない柱ではないかなっていうふうに思っておりますけれども、約1分55秒ぐらいのね本当にこう短い中で、まずまあみつりちゃんのね紹介をまあ炭治郎がしてくれるんですけれども、まあ、すっごい可愛い。本当にでもこそこそ噂話自体もね、普通のアニメーションというかモーションの入った滑らかさの動きとは違って、もうちょっとねこう分割がここ大雑把いというかさ、カクカクした動きでね、コミカルチックにこう描かれてるというか見られるような感じもあったりとかで、可愛いよね。ね、ここで炭治郎がね、甘露寺さんは煉獄さんの都合ごめんなさい、継ぐ子だったんだってって言ってくれるんですけれども、まあ大体のねこう関係性っていうところはご存知の方も多いかなと思うんですけれども、本当にもうアニメだけこう大好きで追ってきたよっていう人たちはこう初めて聞く事実だったのかなと思ったりもしますけれどもね。まあね、本当そういうことなんですよね。あ、ごめんなさいね、今回ちょっとウェブショップくじなんですけれども、まあレビュー等々も混ぜながらくじを引かせていただきたいと思うんですけれども、ご了承ください。ね、煉獄さんへのこの思い出をねこう語るみつりちゃんっていうところもね展開されていたりとか、ね、みつりちゃんが煉獄さんの稽古はとっても厳しいけどすごく真剣で熱がこもったものだったから、だからまあねそれだけ厳しくてもね、みつりちゃんはまあ結局まあみんながねこう厳しくて逃げていく中根を上げなかったんだってっていう話になってってるんですけど、僕ねあそこで、ね、一番いいなと思ったのはね、みつりちゃんがねこうキャッキャッキャッキャ言いながら言ってるんですけど、炭治郎がね想像できるなってそう一言言うんですけど、あれね結構大きい言葉じゃないですか。だってみつりちゃんのねガーンってなってガーンってなってガーンってなってっていうその大雑把いこうで説明するよっていうキャラクターがもう前置きである中で、まあすごい端的に喋ってくれるはくれるんですけれども、それでもう炭治郎は想像できてしまうってすごくないですか。じゃあそこすごくないですかっていうか、まあ僕みたいなねそうああだこうだってこう細かく話さなくとも意図もたやすく想像できてしまうっていうところは、やっぱり炭治郎が無限列車編でねこう煉獄さんと出会い、共に戦い、いろんなものをこう分かち合いね、受け継がれてきたっていうところもあったりとか、だから本当に短い期間の煉獄さんとの関わりなんですけれども、それだけねたくさんの方をこうもうそう見てる視聴者さんもそうだと思うんですけども、やっぱり引きつける要素があって、だからこそまあみつりちゃんのああいうこうねざっくりとしたこう思い出の中でも、ああわかるわかるって思えてしまうんだなとかって思うとね、やっぱり煉獄さんって素晴らしい方なんだなぁとも思いますし、やっぱり煉獄さんとの関わりがすごい深かったんだなっていうところが、ここのね、やりとりでもすごく感じられる。炭治郎との関係性がですよ。だからね、すごいこの大将こそこそは、ごめんなさい。噂話の中でも、いろんなこう、要素がね、詰め込まれてるからね、ここもすごい大事な、カットだなぁと思って、
ってはいるんですけれども、こんな大きな釜いっぱいに炊いたさつまいもご飯をね2人で食べたのわっしょいもうねあのワンシーンだから、これがまさに今回のウェブショップくじで展開されている一枚絵になります。だからこれでこの話が展開していくっていう場面写ではなくて、みつりちゃんのこの回想から来るワンカットになるんで、めちゃめちゃ熱い。だから今回動画にさせていただきました。この話にまたちょっとね話したいこともあったりとかで話しちゃいますけどみつりちゃんがねそのお話が終わった後にね、とってもいい思い出なのってこうすっごいねにこやかな表情で炭治郎にこう語りかけてるっていうところで、とにかくね感傷に浸ってないっていうところが僕すごい良くて、あの一報をねこう聞いた時のあの各柱たちの反応っていうところは本当にリアルなものだったりとかね、イグッティも俺は信じないってこう後ろ向きでこうね語っていたりとか、義勇さんもそうかってこう一言言ってっていうね、見てる僕たちにとってもすごいぐっとね心が締め付けられるような思いなんですけれども、この大正こそこそ噂話もコミカル要素はありつつもですけれども、今回の一枚絵のような感じで煉獄さんとの厳しくもあり楽しい思い出っていうところをまたさらにこう印象付けてくれるというか、うん、ものになってるっていうところが個人的にはすごい好感が持てるというかね、炭治郎もうわー俺も一緒にさつまいもご飯一緒に食べたかったですって言うんだけど、随所で僕がちょっと放送レビューでも言わせてもらってると思うんですけれども、彼ら彼女たちの中には必ずにやっぱ煉獄さんっていう存在はいらっしゃるんだなって、だからそれがどういう風な思いでねこう表出していくかっていうところはまた人それぞれで別だとは思うんですけれども、おのおので多分ね煉獄さんとの思い出っていうのもあるでしょうし、なんかそういうところもしっかりこう思わせてくれるようなね、だから人柄も込み込みでやっぱりうまくこう煉獄さんのキャラクター像っていうところはちゃんとこの2人の会話で出して、うん、くれてたんだなと思うとすごいいい回でしたね。で煉獄さんのねお声がこうパンと聞こえてくる、もうみつりちゃん炭治郎はその声にハッってねこう驚いたような感じで見るんですけれども、その先にはまあね、こう誰もいらっしゃらないこの空間が、舞台袖がねこう出てくるっていう、炭治郎みつりちゃんにとってもあれは幻聴じゃないと思いますし、煉獄さんの頼んだぞっていう一言は託し託されるものっていうところがよく現れた内容にもなってたんじゃないかなっていうふうにも思っております。みつりちゃんもねそう煉獄さんの継ぐ子なんで、炭治郎と同じようにみつりちゃんもやっぱり受け継いでいくものとしてのやっぱ使命感っていうところが、うん、ちゃんと現れた。で炭治郎ももちろんそうなんですけれども、だからねこれから無限城編に向かっていくにあたってのこのまあ今回は2人がフィーチャーされてるんですけれども、まあ、決意をねこうしっかり固めたようなこう内容になっていたんじゃないかなっていうふうに思っております。すいません、ね、こういうシーンが来るとはまさか思ってなかったんでね、本当にもうびっくりしたんですけれども、はい、すいません、早速ね本題に行かせていただきたいと思いますけれども、カットを様々なプロダクトとともにウェブショップくじにしてお届け、どうぞお楽しみくださいということで、はい、私は楽しませていただきたいと思った、楽しむというよりもしかとねやっぱりこう焼き付ける所存でございます。みつりちゃんの思い出を見させていただくね、もうあの受け継がせ、だからある意味僕が受け継がせていただくという気持ちで、今回のくじを引かせていただきたいと思います。 S 賞ビッグジオラマアクリルスタンド、もうやばいよねこれがね、だから通常アクスタでラインナップしなかったっていうのも、いやーここもね、まあ、UFO テーブルさんのそのうまいなっていうところもありつつも、やっぱりねここはねゲットしたい。で大きさがどれぐらいのものかっていうところもね見たいんですけれども、真ん中にねこう千次郎がねこうにこやかな表情で煉獄さんを見ているっていうこの場面もすごい煉獄さんみつりちゃんすごいやっぱそっくりだよね高さが 143mm 14.3cm っていうことなんですけれども、横幅が 25cm、 もうめちゃめちゃ長いっていうのもまあ3人がねこう横並びになってるっていうのと、まあ座っているポージングだったりするんで、まあビッグアクスタとはいえまあ座高の部分っていうのとことかな、うん、なので、あごめんなさい方言出ちゃった立つことによって30センチぐらいの前高になるからっていうところもあると思うんですけど、ビッグサイズであることには変わりないかなと思います。そして A 賞わっしょいお茶碗、
全2種ということで、これはいいですね。A の方は今回のカットにも描かれている煉獄さん、みつりちゃん、そして千次郎がまあ描かれている3方向からの描写っていうことなんで、そこに千次郎がいるっていうね。まあそこもなんか面白いなと思うんですけれども、まあそういった組み合わせのものと煉獄さんの絵柄ね、色も煉獄さんカラーということで、こちらも A 賞1回の当選で A、B のいずれかが当たりますということで、前回のみつりちゃんの時はペアグラスが B 賞でラインナップされておりましたけれども、どちらかが当選するという形になります。はい、そして B 賞わっしょい湯飲み、これいいね。鬼滅の世界観に僕はすごい合ってるなと思うんですけれども、まあワントーンでプリントされているちょっとモノトーン調の感じになってますけど、鬼滅の刃っていうね、このタイトルロゴと、まあ今回ラインナップしているキャラクターがお名前が印字されているってもなかなか面白いなと思いますし、まあセリフのところもちゃんと、吹き出しじゃないですけれどもわっしょいって描かれてる。いやこれすごいですね。通常のグッズだったらあの素材が書いてあるんですけれども、まあまあおそらく陶器でしょうっていうところですけれども、すごいいい。 C 賞わっしょい布ランチョンマット、これ初めて登場するんじゃないですかね。ちょっとどういう質感のものかわかんないんですけど、タペストリーみたいな感じでも使用用途としてはいけるのかなとか思ったりとか、額縁にいろんなこう使用用途に使えるのかなと思ったりします。これもいいですね。一枚絵として飾りたいです。はい、そして D 賞アクリルスタンド、ここで来ましたね。通常のアクスタです。高さ8センチ、横幅が 14.2 センチっていうことなんですが、そう D 賞に関しては背景がつかない、まあ単独のアクスタみたいな感じになるのかな、まあ場面写なんですけれどもね。だからね、ここでしかラインナップしてないって考えると、僕はねやっぱり A 賞 D 賞がこう狙い目かなと思ったりはします。E 賞チェキ風ブロマイド全3種、ブロマイドですね、煉獄さん、みつりちゃん、千次郎わっしょいわっしょいがね両サイドにこう展開してる、すっごい可愛いね。1回の当選でいずれかが当たります。せめてチェキ風ブロマイドだけは3種1セットにしてほしかったなと思うんだけど、まあそこはしょうがないね、誰が来るかはわからない。そして F 賞57ミリ缶バッジ全3種っていうことは、これもいずれかが1種が当たるっていうことなのかな。煉獄さんのアップ絵、みつりちゃんのアップ絵めちゃめちゃいいね。しかも2人ともさ、視線があのどこ向いてんですかってよくあるじゃないですか、炭治郎のね、あれと同じような感じでね。まあ煉獄さんはねそんな感じなんだけれども、みつりちゃんもさどこ見てんですかっていうか、だから2人がうまくリンクしてるっていうところも描き方めっちゃいいなと思いますね。そしてにこやかな千次郎のアップ絵、そして G 賞ブロマイド L 版サイズということになりますので、 L 版 2L じゃないんでね、まあローソンプリントとかでもよくね、あの L 版サイズで印刷とか、まあ、写真とかぐらいの大きさかなと思うんですけれども、まあ布製ランチョンマットのこう介護感みたいな感じにもなるのかなとも思ったりしますし、チェキ風ブロマイドが3種別ってことになると、僕はどっちかというと G 賞ブロマイドの方がいいかなと思ったりもします。ということで今回のラインナップを一通り見させていただきましたけれども、僕がまあお迎えしたいなと思ってるのはもちろん S 賞のビッグジオラマアクリルスタンドそして D 賞のアクリルスタンド、 C 賞のランチョンマット、やっぱ3人1組でこう並んでる1枚絵がゲットできたらなと思っております。湯飲みもなかなか面白いなと思うんですけれども、あれちょっと待って、衝撃のあれ今までさ1回700円じゃなかったっけあれ今回に限りましてなのかな、800円なんですけどちょっと予想外だった。いやーマジかー、ちょっとこれは悩むけれども、いやでもねこれはねやっぱりねゲットはしておきたいですから、10回行きましょう、来てくれるはずでは早速10回行かせていただきたいと思います。やべ、めちゃめちゃ緊張する。ジュエルさんがやっぱりあの金が出た時は S 賞確定ですよっていう風にあのコメントで教えてくださいまして、ありがとうございます。ポンポンポンでも演出で、ね、10回出てきても金が出たらじゃあ確定ということで同じことで復唱してるよじゃあもう緊張してるからごめんなさい、前置きがすごい長くなっちゃったんですけれどもね、行かせていただきたいと思います。ペインペインで払いましていただきましたけれども、44ポイント貯まりました、ありがとうございます金が来れば確定、いきます。えい、さあ
あの背景ってどんな感じになるのかな。背景は屏風がガサガサって開くのかな。あ、開かなかったいけ、うわでもまだ分かんない。うおー、湯飲みやべ、めっちゃいいめっちゃいいんですけど、やべえ。いやこれね、飾ったらねすごい映えるというか感動だよね。和室に飾りたい。あ、うち和室ないんですけどねはい、次。うおー、千寿郎ブロマイド、やべえ、めっちゃ可愛いんですけど、ありがとう千寿郎。これさ、白押しとかになってくれてたりするのかな、あの吹き出しっていうか言葉の部分がね。はい、おお、人称ブロマイドやべえ、3人セットになってる。あ、じゃあもうランチョンマットはいいや、いやいやっていうか、もうここで補填できているので、アクスタ行きましょう。アクスタ、おお、出た人称アクリルスタントやべえ、めっちゃ嬉しいんですけど、あーラララ来た、いやいや、めっちゃ嬉しい。え、次は、おー、みつりちゃんいいっしょ、チキ風ブロマイド、みつりちゃん。え、じゃあさ、煉獄さん来てほしいな、チキ風ブロマイド。え、今何回目だったっけ、もう興奮で忘れちゃったんだけど、おー、ジャックリスタやべえ、めっちゃいい、嬉しすぎる、ありがとうございますめっちゃ来る、おお、みつりちゃんチキフブロマイドやばい、これはちょっと何としても煉獄さんのチェキフ来てほしいな。おお、47ミリ、あ、じゃあ50 57ミリ缶バッチのみつりちゃん、やべえ、あっぽいな、おお、たまらんちいですね。いやー、これはすごいよ、煉獄さんボンド、うお、出た、師匠ランチョンマットやべえ、神だすげえ、しかもなんかこの画像だとさ、色味がちょっと薄みがかってるような感じがするんだけど、思い出っていう感じのね、こうシチュエーションが出てるじゃん、薄みがかってると。いやー、ちょっとこれはすごい神々しいよね。うおー、めっちゃ出る、みつりちゃんかやばし、すげえ、めっちゃ出てくれる、みつりちゃん回じゃんこれ、煉獄さんの回数、うわ、すげえ、うおー、すげえ、ありがとうございます。わあ、煉獄さんが単体でまあ出てくれなかったんですけれども、やっぱり全体のこの構成としてね、構図として出てくれたあのシーンが、もう湯飲みから、ブロマイドから、アクスタから、ランチョンマットから、もう、いや、個人的にはもう総なめぐらいの感じ。やっぱり S 社はもう本当にね、もう選ばれし者しかゲットできないっていうところを考えたりすると、いや、僕はね、もうこのショーでもう十分、満足でございます、ね、やっぱりもう3人がさ、こう一緒になったっていうねところ考えたりするとね、すっごいなんか僕も笑いながらも興奮しながらも、なんか今涙がボロボロいや、それだけね、あの1分55秒の大賞こそこそ笑さごめんなさい噂話っていうのが、だからみつりちゃんにとってもすごい貴重な思い出ではあるんですけれども、僕たちにとってもすごい貴重なシーンだったなって思わせてくれる今回のねところだったのかなとも思いますし、そこをまあグッズ展開してくださったっていうところでね、本当にありがとうございます。そしてね、僕はこの10回で打ち止め終了ってもう十分でございます。ウェブショップくじ引かれた方はね、一体どんな賞が出たのかなっていうところも気になりますし、今回のねこそこそ噂話でもね、思うところとか思い馳せてるところもあると思うんでね、そういったところもコメント欄でお聞かせたら、ごめんなさいいただけたら嬉しいなと思っておりますし、今回ごめんなさい縦画面でのね配信ということでなってますけれどもね、見づらかったらごめんなさい、そういったところもとうとうね、もろもろ感想含めて、あのいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。